無念の死を遂げた公爵夫人が蘇ると10年前にタイムスリップ。悲惨な運命を変えるため、まずは冷徹な夫を育て直す。 LINE 漫画話題作、夫をレベルマックスに育てようと思いますをご紹介。望まない結婚により見知らぬ地へと嫁ぐことになった主人公アンバー。長きにわたり戦地に出征していた夫カーリスクと2年越しに初対面するものの、関係は最悪であった。さらに悲劇は続き、皇帝から反逆罪の濡れ衣を着せられ処刑されてしまう。薄れゆく意識の中、アンバーが目覚めると、なんと10年前の新婚初夜にタイムスリップ。同じ過ちを繰り返す前と記憶をたどりながら奮闘するアンバーに、夫の対応も見間違えるほど変わっていく。この作品を読めば、自分次第で運命は変えていけると勇気をもらえること間違いなし。驚きの成長を遂げる夫の活躍に刮目せよ。夫をレベルマックスに育てようと思います。続きは LINE 漫画で。